バスクのセレクトショップ壇上のシシドです。山口です。よろしくお願いします。はい、山口さん、今日はこちら、はい、アジュリーのパールサングラス、はい、ミニサイズですね。はい、はい、こちらをご紹介していきましょう。はい、はい、こちら素材はアバカと呼ばれる天然草木ですね。はい、まあ、特徴が弾力があって発色がいいのが特徴ですね。はい、そうですね、リップの、そうですね、もうこの愛くるしいこの表情が、うん、かわいいね、本当に可愛いですよね。ヨグ、ね、さん、アジュリー好きだから、はい、ね、大好きです。大好きですよね。茶色の時この色が、唇の色が違うんですね。そうなんですよね。この子だけね、ピンクなんですよね。うん、この日焼けした色もね、すごく可愛くて、可愛いよね、人気ですよね。はい、ね、大きさが元祖パールサングラスよりも一回りちょっと小さいサイズですね。もうコロンとしてて本当に可愛いです。なんか小さくてもすごくたくさん入りそうな、ね、そうなんですよ。今インスタグラムとかね、テレビとかにも出て、はい、すごく人気を呼んでるアジュリーのカゴパックですね。はい、これもかぶせになってるので、うん、物を入れても隠せていいですね。そうですね、うんうん、はい、では山口さん、バッグの収納力と中の紹介をお願いします。はい、中がオープンポケットが1つついてまして、はい、で、この中に入っているのが、はい、ハンカチ、はい、で、ポーチ、はい、お財布、はい、この3つ入ったらもう安心ですね。そうですね、十分ですね。はい、こんなにちっちゃいのに本当に収納力抜群ですね。うんうん、長財布もこう横に入っちゃうので、それが嬉しいですね。嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、では山口さん、モデルをお願いします。はい、私が154センチなんですけど、はい、でこれぐらいですね。うん、はい、可愛いサイズですね。うん、去年もサイズも可愛かったんですけど、はい、今年はさらにこう小さくなってるので、そうですね、今小さいバッグも流行ってるので、すごい可愛いサイズだと思います。可愛いです、これ注目ですね。いいですよね。持って歩いてるとついこう振り返っても見たくなっちゃうような可愛いバッグですね。ちょこんとしててすごい可愛いです、ね。今日の衣装とかにもね、全然合ってる。ね、デニムでもいいし、はい、ワンピースでもいいし、ね、合わせやすそうですね。そうですね、夏にね、たくさん活躍できそうなバッグですね。はい、はい、ありがとうございます。ではこちらのバッグの詳細は下の説明文でご確認ください。そしてこちらポチッと押していただいて、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではこちらのバッグの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。